どうも、グッサンです。グッサンは時々、メルカリでファミコンのソフトを探すんですが、今回も初めて見るソフトがありました。いや、初めてではないんですが、いろんな意味で初めてです。今までもファイナルファンタジー7やストリートファイター2のファミコンのソフトをやりましたが、その類のやつだと思います。アリエクスプレスってやつで探せばいっぱいありますが、メルカリで買っています。いずれはアリエクで買ったものを動画にしてみたいと思っています。やっと開封が終わりました。今回買ったソフトはファイナルファンタジー99です。見た目はドラゴンクエスト3なんですが、ファイナルファンタジー99です。もしくはファイナルファンタジー99です。それではファミコン実機でやってみたいと思います。グッサンが初めてプレイした RPG がドラゴンクエスト3で、小学5年か6年の頃だったと思います。いや、違う。ファミコン本体と一緒に買ってもらったスーパーマリオとゲゲゲの鬼太郎2が初めてのソフトで、小学1年の時です。ゲゲゲの鬼太郎2は初めて5分で、陸を歩いているのに海の敵が出てきて、すぐにやられてやめた記憶があります。鬼太郎2はクリアしてないので、やっぱりドラゴンクエスト3が初めてクリアした RPG でーす。
Thank you.
Thank you.
Mm-hmm.